全勝利。ナイスです。ナイス、ありがとうございます。ナイスゴー。開幕戦逆転負けしちゃって結構こう悔しかったのもあるし、でまあありがたいことにまたね2戦目もホームでできたっていうところで、まあ早くこうファンサポーターに勝利届けたいっていうところが一つと、まあ自分たちとしてもこう勝ってちょっとこう勢いに乗りたいっていういろんなこう思いがある中で、まあいろいろ相手に退場者が出たりとか、いろいろこうこっちに何だろう有利に進むようないい方向に進むような展開があったのは事実だけども、4対0でしっかり勝てたっていうことはすごくこう自信にも なったし、気持ちよく次のこの試合に向かっていけるっていう意味では本当にこう良かったなって思うし、ホッとしてる。まあ、その中で、ね、大事な場面で PK 止めれたっていうところは、まあ、自分としてはチームをこう救えたっていうところでは本当にこう誇りに思ってるし、まあ、あの PK 止めた後渡るがね全速力で戻ってきてくれてクリアしてくれた、まあ、そこまでが1セットだと思うんですけど、そうあって俺が止めただけじゃなくて周りの選手たちも一緒に俺が止めることを信じて最後まで諦めずにボール追いかけてくれて、ああいう風に一緒に得点を阻止してくれたっていうことは本当にこう信頼関係も深まってると思うんで、まあ、そういう意味ではこう本当にいろんないいものがたくさん出たゲームだったと思うんで、率直に嬉しかったっす。はい、PK あって、まあ、僕がね今回止めれてたし、その後の渡るがうまく対応してくれて、PK での失点は免れた。でもその直後のコーナーキックでこうすぐ失点してもおかしくないピンチが訪れてしまったりとか、後半の立ち上がりに相手が退場して10人になってそこからあと追加点が入ってっていう、やっぱりこう自分たちにこういい方向に、ことが運ぶような形なところがやっぱり多々あったなっていう、もちろんこうサッカーだからそれも含めてその4対0で勝ったっていうのが、まあ、実力といえば実力だしっていうところはあるんですけども、その本当にこう残りの36試合リーグ戦残り最後までこう走っていくってなった時に、やっぱもっともっとああいうところ今回はあれで入んなかったけども、これからあれで失点して流れが相手に行ってからそこから難しいゲームになるとかってもう絶対出てくると思うんですよ。だからなんかまあ俺がこうあの時にこう伝えたかったのは、本当にこう一喜一憂しないっていうところもそうだし、本当にこう上を目指していくチームとして絶対あれで満足しちゃいけない、満足してないのは分かるんですけども、本当に満足したらダメ、絶対にちょっとでも俺たちは強いんだとか、俺たちはやればできるんだって絶対勘違いしちゃダメ、あれはやっぱり相手が退場したからあれだけボール回せたのが事実。11対11の時にじゃあどれだけボール保持できたかっていうと、正直そこまで保持できてなかったと俺は思うんですよ。だからそこら辺をみんながそのネガティブに捉えるってわけじゃなくて、もっとやる必要があるし、もっとやれるんだよっていうところ、可能性の部分がすごく俺はまだまだあると思うんで、そこに対してこうちょっと訴えかけたかったというか、見てるファンサポーターの人たちにもその、まあ、勝って喜んでもらうことでいいんですけども、本当にこう上を目指すチームっていうのはそこで満足しませんよっていう、ファンサポーターもそれだけじゃ満足しませんよっていうか、もっとこう求めてもいいんですよっていうところも含めての、まあああいう俺はこうヒーローインタビューじゃないですけど、そこでこうね話したんですけど、まあでも本当にこうやれると思うんですよ。だからそれをこうみんなで本当にこう力を合わせて基準を上げていくっていう作業を本当に日々毎日やっていく必要があるから、勝ってほっとしたけども、やっぱり次ねすぐ広島があって強いじゃないですか。やっぱそういう相手を特にアウェーで倒していって勝ち点3取ってこそ初めてこうタイトル争いっていうものが見えてくるから、だからそういう意味でもなんかこう良かったからいいコメントだけで終わりたかったんですけども、俺からするとでも逆に勝ったからそう兜も締めて次もう一回勝って連勝するんだっていう気持ちの方がちょっと強かったんで、 OK、 あそれでいいよ、それでそういうあれしました。そうですね、ということで、1リストップ、2リストップ、3リストップ、4リストップ、アキトは右向き、もうこれなんで4回ごとに1回するの。
てる人いる。ここテンポよくテンポよくと。寄るタイミング。はい、ちょ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 。オッケー。ちょっとぐらいでいい。ごめん。はい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 。いやいやどうですか、3戦終わって見て、いいところも悪いところも出てるなって感じです。自身的、ご自身的には、え、自分的な、いやまだまだですね、はい。次セレッソホームですけど、意気込みか何かあります？まあ、情熱を持って戦います。そうですね、まあ、開幕で得点も取れて、キャンプも怪我なく、練習とか練習試合すべて、順調にやれたんで、自分自身はここ数年ですごいコンディションいい方だと思いますし、体も動いているので、まあ、自分自身としては気持ちよく開幕から入れたなっていうふうに思ってます。得点が取れているので、失点のところの1点の重みというか、まあ、もっとみんなでどうしたら守れるのかとか、もっとゼロの時間をどうしたら長くできるのかとか、まあ、もうちょいそういうところを改善しながらいけたらいいかなというふうに思います。勝った負けた、これからもいろいろとあると思うんですけど、まあ、そこ一喜一憂せずに、もちろんその悪いところは、みんなで修正しながら、いいところは維持しながらっていうところで、まあ、一試合一試合常に、かけて、その一試合にかけて、戦いたいなというふうに思います。今日の対戦相手はセレッソ大阪、ビジターシートにはセレッソサポーターの皆さんが、坂本サポーター立ち上がらないか、セレッソサポーターにリスペクトの気持ちを込め、
決勝、セレッソ大阪アンダーカット。